紙などの表面に文字や写真を写し出す印刷。今この印刷の常識を覆し、立体物の印刷を可能にした 3D プリンターの登場が、これまでのものづくりを大きく変えようとしています。ものづくりの大変革に迫ります。神奈川県秦野市にある小岩井。こちらでは車や船舶、産業機械などに使われる鋳物を作っています。鋳物とは、溶かした金属を型に流し込み作られる金属製品です。小岩井ではこの鋳物を作る工程に新しい技術を導入することで、鋳物の世界に大きな変革をもたらしました。その新しい技術とは、なんと印刷技術です。従来の鋳物作りでは、まず設計データをもとに木材などを使って作られる木型を作ります。次に木型の周りに砂を流し込み、木型を反転させた砂型を作ります。そしてこの砂型に溶かした金属を流し込むことで、鋳物が出来上がります。この鋳物作りに欠かすことのできない木型と砂型を作るためには、技術経験を積んだ職人の手作業が不可欠でした。また近年の製品に求められる複雑な構造が型を作る段階で再現できないといった技術的なギャップも生まれてきていました。その問題を解決するため、小岩井では2007年から印刷技術を用いた砂型作りを始めました。こちらが小岩井が導入した印刷機械、 3D プリンターです。 3D プリンターとは、印刷された平面を積み重ねていくことで立体を作る印刷技術です。実際に 3D プリンターでの印刷を見てみると、砂の表面に光が走り、不思議な形が印刷されていました。この形は砂型の設計データをもとに印刷された厚さ 0.2 ミリメートルの砂型の断面です。熱で固まる材料を混ぜた砂にレーザーで熱を加えることで印刷しています。断面の一つの層の印刷が終わると、その上にさらに砂が敷かれます。そして次の断面の印刷が始まりました。このように印刷された断面を積み重ねていくことで、立体の砂型となるのです。印刷が終わりました。発掘作業のように余分な砂を払っていくと、砂型が姿を現してきました。こちらが 3D プリンターにより印刷された砂型です。 3D プリンターによって設計データから直接砂型を印刷できるようになったため、従来の方法では一般的に1週間かかっていた木型と砂型を作る工程が24時間で行えるようになりました。また従来は対応できなかった複雑な構造の砂型も作れるようになりました。 3D プリンターという印刷技術を用いることで大きく変わった小岩井の鋳物作り。この動きは今まさに鋳物の世界全体に広がろうとしています。現代で印刷技術が起こした革命、その革命はまだ始まったばかりです。